ちは。アトリエサロンにじろこ、虹の輪パステル教室のひろこです。いつもこのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。前回からこちらのチャンネル改名いたしまして、虹の輪パステル教室っていう風になりました。皆さんがね、嬉しいコメントいっぱいいただいてね、いいですってね、すごい最高とかって言われてね、私もちょっと調子に乗っていろいろ告知させていただきました。で、ね、前回同様これからもどうぞよろしくお願いいたします。こちらのチャンネルはパステルアートの描き方を楽しく優しく誰でも簡単に可愛く描けるっていうね、無料で配信しているパステルアートの教室になっております。レッスンの最後にはおまけコーナーとして私の趣味のライブグッズとかね、ゆずコーナーのね、ゆずがメインなんですけども、ゆずコーナーを設けてます。そちらもねちょっとね楽しい企画になってるので、ぜひね最後まで見ていただけると嬉しいです。そして一番最後にはにじろこオリジナルメッセージカードで今日の一言メッセージをお伝えしております。内容盛りだくさんなチャンネルなんですけども、どうぞね最後まで見ていただけると嬉しいと思います。レッスン66回目の作品はこちらになります。月光。前回の告知の時にこの月光を描きますって言ったらね、すごいね、あ、みんな描きたいです、楽しみにしてますっていうね声いっぱいいただいてね、すごい嬉しく思います。ありがとうございます。ではね、こちら今日描いていきたいと思います。レッスン66で描いてもらう作品はこちら、月光になります。月の虹と書いて月光と言うんですけどね、南の島ハワイとかで、まあ、条件が合うと見られるっていうね、幻の夜の夜空にかかる虹です。今日はこちらを描いてみたいと思います。これ、ね、月にもねちょっとね7色の色がかかってるんですよ、ね、こんな絵を描いてみたいと思います。今日使うものもこちら、いつもね使っているヌーベルカレーパステル48色です。それから月に使うのにちょっとこの丸をね私は使ってみました。このねプレートテンプレートね、こういうのがあったら便利かなと思います。今日使う型紙はこれだけですね。これ何センチぐらいかな、 1.2 センチぐらいかな、直径2センチぐらい、大体でいいです。これがお月様になるので今日の型紙はこれだけ簡単ですよね。じゃあちょっと丸をね切り抜くのが大変なので、なんかねいい道具とかあったら教えてください。これは私はアナログなのでカッターで切り抜きたいと思います。では型紙を切り取りました。こんな風なね丸です。こちら後で使うのでこの枠だけね取っておいてください。最初のベースは白になります。白をねパラパラっと削ってくださいね。軽くでいいです。で削ったら伸ばしていきます。これはいつもの通りです。この上に色を重ねていくんですけど、最初にこの白をね薄く塗ってた方がパステルがこううまく伸びてくれるので下地になります。でその下地の色をつけるので水色ですね、89番になります。こちらをまた全体にパラッと色を落とします。これもうっすらでいいです。表面にねさらっと色がつく程度に伸ばしてください。パステルが伸びるので少量の粉でも全体にねこう伸びてくれるのでとてもねいいですよね。
これでベースができました。次に空と海に分けて描きたいと思います。空と海を分けるのに画用紙ね、こんなこう端に出てるここね、画用紙をちょっと用意してください。まっすぐな画用紙、それで空と海のところにこう分けて境目を作ります。まずね、海から行ってみますね。海で下半分よりこう空の方がちょっと多いくらいですね。もう大体です。で、空の方に虹がかかるので、そうですね、そのバランスがちょっとね大事かな。あんまり空狭いとね、虹と月が描けなくなるので、このバランスはこんな感じかな。こんな感じって言っても分かんないですよね。大体ですね、4.5 ぐらいかな。大体ですよ。ね、こんな感じで開けます。で、ここを動かないようにテープで留めます。2箇所ね、テープで留めてください。ここをテープで留めるのは、空をやるときに、ここをね、パタンってやるとね、空出てくるので、この2箇所を留めた方が、作業がしやすいですね。ここを留めてください。では海で使う色を説明します。海で使う色はこちらの4色です。106番105番113番10番、黒ですね。これを使って海を描いていきたいと思います。最初に106番です。これを海の上の方に、水平線の方ですね、の方に削ってください。分量はこのくらいです。で、上の方から下の方に伸ばしていきますね。しっかりと力を入れて伸ばしてください。水平線の方ができたら、今度はこっち手前の方からやっていきます。こちらは105番になります。手前の方に、さっきよりちょっと少なめですけど、色が濃いのでね、すごいね、色がはっきり出ます。これを下から上の方に指を動かしてください。先ほどの青に溶け込むような感じでね、下からずっと上の方に伸ばしていきます。ブルーのグラデーションがね出るような感じです。このくらいの色がついたら、次に113番を、次は113番です。これをちょっと角のところに落としてください。このくらいね。で、これも角のところから伸ばしていきます。深い青ね作っていきます。夜の海なのでちょっとね暗めにしてます。113番をつけたら、今度は先ほどの113番に黒を混ぜた色ですね、10番です。それを指にとってください。黒と113番をなじませて、暗い青って言ってもね、黒っぽい青ですけどね、113番と黒をなじませたものを指にとって伸ばしていきます。直接やるとね真っ黒になっちゃうので、ちょっとね紙の上でなじませてください。黒と113番をなじませて深いブルーを作っていきます。影をねちょっとこう自分で調節してくださいね。このくらいにします。ちょっとね、アーチこういう風な感じに、ね、なるような感じを意識して伸ばしてください。はい、こんな感じで海ができました。そしたらちょっと海の表面ね、こちらキラキラこう光ってる
光が反射しているのを描きたいのでゴム消しを使いたいと思います。ゴム消しはこうねよく練って練り消しはよく練ってください、ね、柔らかくして使えます。練り終わったら使いやすいように持ってでこの紙の上のところをシュッとね軽くなぞってください。紙の上ねシュッと、変な音こういう感じでこのくらいでいいと思います。練り消しを使って今この水平線の光を描きました。では次は空に行きたいと思います。先ほどのこの紙を反対側にパタンとこんな風にねします。ではこちらの空で使う色を説明したいと思います。空で使う色はこちらの4色です。13番108番113番10番です。下の方はちょっとピンクにしました、ね、水平線のあたりはちょっとピンクを使いたいと思います。13番です。直接13番を削ってください。このくらいですね。こんな感じで削ったら今度は水平線から上に空に向かってピンクを伸ばしていきます。ピンクができたので今度は108番ですね。108番を上の方です。こちら上の方に削って直接削っていきます。で上から下に伸ばしていきますね。夜空なんですけど、もう月の光でね、少しこう明るめな海が反映されると思うので、ちょっとね、ピンクを入れてみました。こういう感じですね。108番がなったら、次に113番を、先ほどよりちょっと量は少なめです。このくらいかな、ね、で同じように上から下に下ろしていきます。このような感じですね。じゃあ空の宇宙の方もうちょっとね濃くします。で113番と10番黒を指につけたものをこの角ね、113番と黒を合わせた先ほど海でやったような感じです。これも少しこうアーチを描くような感じで上の方を暗くしていってください。月光はね、ハワイとかね、日本では何年か前、まあ、最近はちょっと聞かないですけど、何年か前に石垣島の方でね、見れましたっていうね、情報を見たんですけども、ね、一度でいいから見てみたいですよね。なんか生きてる間に一回見たいなっていうのが、この月光と、あとはオーロラですね。自分の、ね、目でね見てみたいなって。写真とかでは見てるんですけど、自分の足でねその地に行ってね実際にこう見て感動したいなっていうのがね夢ですね。でもこれはね見たくて
見れるもんでもないので、本当に偶然に起きる自然現象みたいなのでね、本当に見れた人はラッキーで幸運になれるっていうね、まさしくその通りだなって思います。ね、北国ではね、今ね外吹雪いてんですよ。ものすごい寒いので、南国に行きたいなって思いながら描いております。はい、これでお空が完成しました。ではちょっとこれ外してもいいんですけど、このまんまの状態で月を描いていきたいと思います。ではこちらのね、月の型紙を置いていきます。ここに虹のアーチが描くので、ちょっとここら辺にしようかなと思う。適当です。置く場所はここら辺ここいら辺というね、こんな感じで置きました。でこの周りをまず消しゴムで消していきます。これ普通のゴム消しです。で外側の輪郭のところをちょっとなぞって、この前ねシャボン玉を描きました。なんかそんな感じでね、ちょっと月の外側の線のとこだけ今消してます。こういうふうな輪郭を今消してますね。はい、輪郭を消したら、この中をなんか適当にね、点々とこう少し薄くします。適当に点々点ってね、叩くような感じでちょっとうっすらと月の形をね、あの下の色を残しながら消してます。こういう感じです。次にペン型の消しゴム、これで輪郭をさらに、この輪郭をね、はっきり消していきます。型紙の上を強く消すような感じで、お月様の光を強調させます、ね、中はぼやんとしてるんですけど、この輪郭は少し強めに消してください。これで光がね、少し強まるですね、月の光ですね。はい、輪郭を消したら、次に綿棒に113番ですね、先ほど113番をちょっとつけて、少し星のこう模様っていうの、星じゃない、月ねクレーターとかね、少しこう月っぽく影を入れていきます。こんな感じでいいかな、ね、こんな感じで月ができました。外すとこのような感じです。では下のね、こちらも消して外していきますね。外すとこのような絵が出てきました。海と空と月です。すごい単純なね、絵なんですけど、こちらに月光、虹を描いていきます。一旦この状態になったら、フィキサチフ、こちらのフィキサチフで絵を止めてください。そして止めてから虹を描きます。ここにシューッとね、もう一回止めちゃいます。で、乾くまで少しお待ちください。フィキサチフが乾いたので、次に虹を描いていきたいと思います。虹のパステルはこちら5色使えます。125番、108番、80番、21番、51番です。これを紙の上に削っておいてください。虹を描くのに、先ほど使ったこのね、また紙を使います。先ほどの水平線の上に乗せてください。で、今度は空の方を出してね、空の方を出して
今度こちらをパタンとして海の方にも虹を描きます。なのでこんな風な感じで空を出してください。虹を描くときはコットンを使ってます。化粧用のコットンです。これを4つに折って、このねコットンのところをこうずらしながら作っていきます。虹を描くときね、いつもこれで描いているんですけども、持ちやすいにこうちっちゃくちっちゃくこう持ちます。でこの分かれてる方じゃなくて、この面の方ね、ここにまず色をつけていきます。でもね、これ最初のね下から描いていくので紫をつけますね。125番です。125番をつけたら、これももう一発勝負ね半円を描くので、描きやすい方向にね、こういうふうに描いた方がね描きやすいんですけど、こういうふうに描くのでちょっと回転させます。私がね描きやすい方向に映ってるかな、回転させました。ではこの一番下の方なので、端っこに描いちゃうと月にねかぶっちゃうので少しずらします。ここら辺にしますね。シューッとアーチを描きます。もう一回ね紫つけます。シューッと下にね、フィキサチフやってるので何回かなぞってもこう色があんまり汚くはならないと思います。こういう感じです。では次はこれをちょっとずらします。ずらして次の綺麗な面ね、ここに青、108番ですね。108番をつけて、先ほどの紫の上に少しこうかぶるような感じで、青ね少し目立たないんですけど紫の上にかぶって、ここはもうね空にこう溶け込んでいくような感じでいいです。下の方が色がねはっきり分かれば、何回かなぞっていくと色が出てきます。青です。で次ね、またここをずらします。で次のところに緑、80番です。これを今度青の上に重なるようにシュッと、80番やると少し色がねついてきますね。青はね下が暗いのでなかなか見えにくいんですけど、ね、虹の形がねうまくいくときとね、あんまり調子がないとね綺麗なアーチが描けないんですけど、緑です。次もこちらずらして、この黄色いきます。51番ですね。51番を取って黄色を描いていきます。ちょっと緑にねかぶさっても大丈夫です。しっかりねこっちまでこう やってもいいんですけど、色が暗いのでなかなか出ないから、こんな感じね黄色。で最後に赤、21番です。これを取って黄色の上に赤が綺麗な感じね。ね、意識を集中させて喋りながらやらない方がいいので、皆さんね何かやるとき息が止まっちゃうんですけどね、喋りながらやってるから、ね、上手な綺麗な虹を描けない。こういう感じ、なんとなくね虹に見えればいいです。はい、でこちら側が虹ができたので、下にね波にこう反射している虹を描きたいと思います。
なので今度はこれをパタンとします。これも書きやすい方向にこう自分のね位置をこうずらして書いていいと思います、ね、位置をずらして、でこれ先ほど書いた虹の色は汚れちゃってるので反対側、ね、無駄なく使います。ね、同じようにこんな風な面を作って、ここにまず紫で、ここの紫ちょっと下にうっすら見えるのでそれを目印にねやるといいと思います。ずれないようにこうやってねパタンってやって、あここで、ね、紫見えますよね、少しね、そこを目印にして、ここからシュッと、これも波の方にねこう反射してるように描くので少しこうアーチっぽくね描けばこういう感じね、短いのでこっちは描きやすいです。ずらして青です、108番、で下のね海が青いのであんま目立たないんですけど気にしないで描いてください。青で緑80番、緑次に黄色51番です。波にね反射している虹を描いてます。最後赤21番です。こういう感じ、うまくできてるかな、ね、回転してみます。では外してみますね。外すとこのような月光ができました。ぼやんとね、あの夜の夜空にかかる虹なのでこんな感じに描いてみました。それで月もね、本当は白なんですけど、この月光の虹の光がね、こうお月様にも反映されているなんかねロマンチックな感じを描きたいなと思って、最後にねこちらにも色を入れてみました。これはね、こっちのね、赤なので、赤から順番に紫っていう風にね、やっていきますね。綿棒を使います。綿棒を使ってうっすら描いていきます。ここにね、赤まず取ります。で、縁にスーッとこう、こんな、うっすら入れてます。ね。で、次に黄色。うっすらね、黄色で、緑ちょっとね、なんか幻想的で綺麗でしょ、ね、緑本当にね、うっすら入れてます。はっきり入れなくていいです。青入れて、最後に紫、一つのね、綿棒にこんな風にね、色をやってます。月もね、虹色に光ってます。こんな感じにできました。ではこれを一旦フィキサチューブで、あ、まだでした。ここにね、波を描いていきますね。波を描いてから星を描きたいと思います。まずね、白のパステル、白のパステルを使って波をシュッシュッとこう直に描いてます。水の波のところにこういっぱいね線を入れて波を描いていきます。この虹のとこあたりだけで
こんな感じ。ではこれをフィキサチフでもう一回止めます。フィキサチフをしたので、またね、乾くまで少しお待ちください。こちらね、水性栄養マーカー不透明インキ白を使っています。ではこちらに星を描いていきたいと思います。その点々ってね、もうね、星を点々点ってこうやってるだけなのであんまり難しくない。今日簡単な絵なんですけど、でもね、なんか気持ちがね、癒される、こんな虹の絵もね、描いてもいいですよね。今ね、みんな心が疲れてる状態なので、少しね、希望の光を皆さんにお届けできたらなと思って、この月光をね、描いてみました。月光はね、昔もね、これ描いてて、前はね、三日月を描いたんですけども、今回はね、満月ね、月光、満月の日にね、こう空気が澄んでいて、雨が降った後の空気が澄んだ夜空とかにね、偶然できる光、虹らしいんですね、これね、月光は。ぜひね、こう見たよっていう人ね、お知らせください。なんかそのね、皆さんにね、お裾分けね、できればいいですよね。独り占めしないでみんなにね、幸せを、幸せの光をね、降り注ぐような、そんな分け合える時代がね、素敵ですよね。はい、こんないっぱいね、星を散りばめました。で、先ほどね、フィキサーかけたんですけど、この上にグラマーダストかけたいと思います。キラキラね、キラキラ倍増です。この上にちょっとキラキラかけてます。より一層ね、こう星が光ってるような虹とね、星と月と、いいですよね、大好きです。はい、こんな風な感じで、これで今日は完成です。簡単だったでしょね。はい、では外していきますね。やっぱりね、1月早いですよね。2月になると、ね、春の声が聞こえる時期になります。今一番寒い時期ですけど、体調壊さないように、ね、暖かくして、なんかね、生姜がいいですよ。生姜をね、食べると体温まるのでね、体冷やすのが一番ね、良くないので、体を温める食べ物ね、取って、やっぱね、自分の体にはね、こう、いいものをね、取り入れるようにね。はい、再用します。こちら、月光を描きました。お疲れ様でした。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。今日は月光を描いてもらいました。これをね、見た人は幸せが訪れるって言われています。いつかね、見れたらいいですね。完成した作品をこちらフレームに入れてみました。月光、これね、見てるだけでなんか幸せになれるような、そんな気がしませんか、ね、絵はすごく簡単だったと思うんですけど、虹の描き方のね、練習にもなると思うので、ぜひマスターしてください。では今日はね、こちらの絵を描いていただきました。お疲れ様でした。引き続きおまけコーナーに行きたいと思います。気分を変えて
ね、次はおまけコーナーです。おまけコーナーの時間です。はい、今回もやってまいりました。おまけコーナー、ゆずコーナーになります。私のね、趣味の時間なので、もうね、ここしかね、発散できる場所がないので、ここを使わせていただいてます。短めにね、ゆずの話をすると長くなっちゃうので、短めにやりたいと思います。長くなったらごめんなさい。今日はこちらのライブ T シャツです。2015から2016のゆずアリーナツアー、トアっていうね、時計かな、ね、かっこいい感じのね、あのライブ T シャツになります。後ろはあんま何もないと思います、ね、で、この時はタオルは2本立て。まずね、こちらアリーナツアートアね、まあ、なんかちょっとね、色がくすんでるんですけど、厚地のね、いいタオルです。とは。で、もう一本は、追加公演の時かな、これね。ほら、友人とこうちゃんの顔が、ね、印刷されてるタオルです。これもしっかりした生地のいいタオルです。あんまり使ってないんですけど。使えないね。顔が印刷されてるからね。で、このね、ツアーの時の最終公演ももちろん見に行ったんですけど、その前日も行ってて、国立代々木競技場第一体育館っていうところで開催したんですけども、私もね、仙台から、ね、同級生連れてね、みんなでね、あのゆずのライブ誘って、行こう行こうって言ってね、みんなで東京に行って、それで巣鴨とかね、ちょっとこう、おばさんたちね、あの赤いパンツ買ったりしてね、あのちょっと修学旅行みたいな感じで、ライブ兼ねてのちょっとこう旅行を楽しんだ時でした。で、その時にね、あのアリーナ席だったんですけども、友人がライブの時にいろんなもので会場にね、こうボール投げたりとかね、こうフリスビー投げたり、いろんなこうサービスでお客さんにね、こう楽しみを与えてくれるんですけども、なんとね、私のところにもね、友人がプレゼントくれたんですよ。すんごいね、お宝なので、ちょっと見せたいと思います。じゃーん、こちらフリスビーになってます。これね、友人が2016年の1月16日にね、こう投げたやつね。これね、意外とね、遠くにいたの、友人が。でね、まさかね、飛んでこないかなと思ったら、すんごいね、ぐるーっと弓のこうアーチを描いてね、ヒューって描いて、ここにね、来たのよ、ちょうど来たの。それでね、もう友達ね、同級生なんだけどね、もう私が大好きなからね、こうね、あの2人のとこにこう間ぐらいに落ちたんですね。私にね、譲ってくれたんです。ありがとう、本当にね、これは私のお宝です。ね、取り合いにならなくてよかったよね。やっぱね、こういうね、こう取り合いになったらね、じゃんけんとかね、やっぱね、なんとなくね、こう後を引くでしょ。でもね、これはね、本当に私のところにね、こう目がけてね、来てくれたような、そんなね、まさか来る、あーって、運動神経悪いんですよ、私。だからキャッチできないの。ね、取れたんですよ、これすごいね。で、ここにね、小さくね、これ、岩沢浩二って、あるでしょ、これビッグ。これもね、実は私ね、撮ったの。何のツアーってこれね、忘れちゃったんですけど、仙台の時にね、撮ったツアーで、その時の話もね、あるんですけど、これね、長くなるので、また次回にします。ね、このツアー、トアの時にキャッチしたフリスビー、今日は、これを、ちょっと自慢でね、これを見せました。それで、この間ね、話はちょっと戻すんですけど、友人の44歳のバースデーライブ、皆さん見ましたか？オンラインライブね。よかったね。アーカイブ短かったんだけどね、最後のもう本当にね、ずっとね、最後のブチッとね、切れるまでね、見てました。アーカイブ何回見たかな？もう何回ずっと見ててね。
でもなんかみんな集中して見てたのがこうくるくるくるって止まったり、なんかこうちょっと作動がおかしい、操作がねおかしい時はあったんですけども、でもねちゃんと見れてよかったです。そしてねドレスコード、本当またねセットリスト書いてみました。ほらこれね友人がインスタで載せてたのでちょっと書き出してみました。私あのこの2017年、なんとねこれね参戦してるんですよ。前回ね語ってると思うんですけども、本当にねこうなんだろう、宝くじに当たるよりねすごい確率ね。もう今思うとね、なんで人の記憶ってこう忘れちゃうんだろうね。あの時の記憶ね、もう一回ねちょっと蘇って、あの時ねあの私前から4列目の本当にあの通路側のね2番目にいたんですけど、友人が登場してきた時ね、手触ったの手触ったの、伸ばしてねで、友人の手さってね触ったの、ごめんねごめんね触っちゃってごめんね。で そしたらねちょっとねこう冷たかった手冷たかったです。それはね思い出しましたね。本当にねいろんな記憶が、あーこれ歌ったってね、マリンタワーで会いましょうね、久しぶりにねあの映像を見てね、ちょっとね一人でにやけて見てましたね。この今からだから5回目だったね、これが2018セットリスト、まあ、友人のインスタに載せてたのをもう書き出してね忘れちゃうから、私のね記憶用でこれが2019ですね、セットリスト。2020年、去年です ね、なかなかあの倍率高くてね当たんなかったですよね皆さんね。で今回2021年、これねすごい良かったね。ね一人だったけど、なんかなんとなくこう一緒にねお祝いしてるっていう感じがねすごい伝わってきて良かったよね。最後のね虹見た聞いた、あの子供さん向けの虹ですよね、歌ね聞いたことあるんだけど、なんかちゃんと聞いたのをね初めてで、いい歌だなってすごいジーンときました。やっぱりね虹ってみんなのね希望の光、七色のね光なので、なんか早くねみんな安心できる時代がね戻ってくるといいですね。ではね今日はちょっと私歌っちゃおうかなね、また下手なんだけどね、聞いてください。ゆずのライブもずいぶん伸びて、涙乾いてくしゃみを一つ、雲が流れて光が差して、見上げてみればラララ虹が空にかかって、君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。失礼しました。じゃあねバイバイ。今日の一言メッセージ、今日も私のオリジナルのメッセージカードでね一言メッセージをお伝えしたいと思います。こちら以前作ったねメッセージカードなんですけど、昔ねこうちょっとカードリーディングとかしてたんですけど、今ねちょっと封印しちゃったんですでもねちょっとこの一言だったら皆さんになんかピンとねこう響くこともあるかなと思って再開することにしました、ね、では今日ね風が強くてすごい寒い日なんです。冬ね寒いので、なんかね温かいメッセージ送れたらいいですよね。あ飛び出した。
これが今日飛び出したこれでした、ね、では今日はこちらが出ました。今日の一言メッセージはこちらが出ました。蓮の花、思いやり、慈愛とかね、多分ね、自分のことでね精一杯な時代です。だけどちょっとね耳を傾けてあげてね、話を聞いてあげたり、それをねなんかあそうそうってか、ね、聞いてあげるだけでもね、あの相手の方はねすごく気持ちがねあのスッと楽になると思います。みんなそうやってね支え合って生きていくと思うので、ちょっとね優しい気持ちを持って家族だったりお友達だったりね、パートナーだったり、優しさをね忘れないようにしていきたいと思います。今日はこちらのメッセージが出ました。では皆さんも心を大事にしてください、ね、ではまたね、バイバイ。